触媒とは、生体内で起こる化学反応のほとんどは体温程度では進行しにくい反応です。例えば呼吸ではグルコースが二酸化炭素と水まで分解されます。しかしコップにグルコースを入れても分解される反応は進行しません。この反応はエネルギー的には起こりやすい反応ですが、それでも室温程度では全くと言っていいほど反応は進みません。よって生体内では反応を促進する仕組みがあります。ここではまず試験管内で反応を促進する方法を学びましょう。過酸化水素の分解を例にしてみましょう。反応を促進する方法の一つは加熱を行うことです。外部からエネルギーを与えてやることで過酸化水素が分解されて酸素と水が生じる反応が促進されます。しかしエネルギーを加えなくても反応を促進させることができます。それが2つ目の方法で特定の物質を加えることです。例えば過酸化水素水に酸化マンガン4を加えると加熱なしでも分解反応が促進されます。酸化マンガン4のように反応速度を上昇させる物質を触媒と言います。さらに酸化マンガン4は過酸化水素の分解反応終了後も反応前と物質的に変化はありません。よって酸化マンガン4を取り出して別の過酸化水素水に加えると再び反応を促進します。まとめます。触媒とは反応を促進する物質で、自身は反応の前後で変化しません。よって繰り返し利用することができます。はい、今回は以上です。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。